僕は九州は熊本生まれのグーミー39歳。今は藤井組のメンバーとして面白番組とか作っとるです。この物語は僕が30歳の時突然仕事を辞めて娘の世話をするハウスハズバンドになった時のことです。第5話、ハウスハズバンドにも少し慣れて。ハウスハズバンドになってすぐの頃はどうしてこげんこと学校で教えてくれんかったとやろと思うぐらいわからんことが多かったけど、なんとか徐々に慣れました。まず子供と出かけるには結構持ち物がいると知りました。替えのおむつ、水筒、帽子、着替えにデジカメ、結構な量です。十分チェックして公園行こうと娘を抱っこしていざ公園に着いたら、あ、靴忘れたということが何度もありました。でも娘が泣いた時に泣き方でミルクと気づけるようになったです。飲ませた後は縦に抱っこして背中を叩いてゲップさせるです。慣れた手つきになってきました。もう一つ、いつも気にしとったのはおむつです。その頃は男子トイレにおむつを替える設備がなく、もっぱら車の後部座席で替えてました。そやけんスーパーのレジで娘の異変に気づいて、カゴのものを全部返して車に戻ったこともあるです。ハウスハズバンドにも少し慣れた僕でした。